適当にやってれば多分ね、あれ意外と使わないね。ああ、あら、ここは無理。あ、2個いった。いけたことにしてください。負けてください。あららら、いい。よし、いった入った。来い、出てくるの出てこいよ。はい、どうも、おもチャンネルんです。今回は、これですね。仮面ライダーエグゼイドの食玩。どんなものかというと、仮面ライダーエグゼイドゲーマーズキャッスル。これがね、4種類発売されたんで、一気に紹介してみたいと思います。箱のデザインは、こんな感じで、4つ全く違うようになってますね。で、値段は、今回はヨドバシカメラで389円でした。では早速、ステージ1、エグゼイドのクレーンアクション X。こちらから見ていきましょう。ボールを掴んでゴールへ運べ。で、箱のサイドに、今回のラインナップが書いてあって、裏側は軽く今回のステージ1の遊び方と今回のこの4種類は全てこんな感じでつなげることができるようになっていて4種類集めて巨大ゲームキャッスル完成。最終的にはこれを完成させてみたいと思います。では開けていきましょう。ここからですね、パカッと、よいしょ。お、いつものラムネで、どんな感じかな。お、結構大きい。これと他にはシールが1シート。箱の内側が説明書のパターンで、開けてみると、まあこんな感じで組み立て方と遊び方が書いてあります。では、ちょっくら開けてみましょうか。おー。で、これが何のパーツ？あ、これは切り取ってボールにするやつですね。で、ステッカーも。はい、セット内容はこんな感じです。ボールを切り取ってシールを貼る以外は、特に難しい組み立ては必要なさそうです。はい、組み立ててしまうとこんな感じになります。ではクレーンアクション X 軽く見ときましょう。まあくるっとこんな感じですね。で、僕ちょっとおっちょこちょいなんで間違えちゃったんですけど、この上のスタートとゲームのシール、実は逆です。焦って貼ってしまって後で気づいちゃいました。なんてバカな俺。ではまず軽く単体で遊んでみましょう。ボールをここから入れて、で、このつまみでクレーンの上下回転操作ができるようになっています。これをうまく操作してこんな感じで、あは、下手くそ。よし、おお、捕まえた。で、くるっと回して、おお、入った。で、ここに無事にボールを運んだら、このレバーを動かして次のステージに進出。ステージ1はこんな感じで遊びます。では、ここからは2番、3番、4番。これも一気に開封してみたいと思います。おお、2番を開けたら、思いっきり組み立て要素がありました。1番みたいに完成品が出てくると思ったんですけど、では3番はどうなのかな。ああ、3番も、結構組み立てないといけない感じ。これはやばい。4番もか？ 4 番も組み立て。こんな感じで完成品で出てくると思ってたんですけど、それ以外は組み立てなきゃいけないみたいです。では一気に組み立ててしまいます。はい、こんな感じで全て完成しました。では軽くそれぞれ見ていきましょう。まずはステージ2のレーザーの迷宮バイク。はい、くるっと見た感じこんな感じで、球体のゲームステージ。この中にある平らなステージがこのレバーでこんな感じで動くようになっていて、ここから入ってきた球を誘導させてここまで運ぶゲームです。ステージ1をこの上に乗せるようになってますね。では続いてステージ3。ステージ3はブレイブのジャンピングクエスト。くるっとこんな感じのステージになっていて、前のステージから運ばれてきた球がここに止まって、このボタンでジャンプさせて一気に塔のてっぺんまで運んで、この真ん中の筒のところに入れてゴール。で、ここから出てきて次のステージに進みます。で、ステージ2との連結は、で、ステージ4がなければ、こんな感じでくっつけておけば、これで連結してゲームすることが可能になってます。では続いてステージ4、行ってみましょう。ステージ4は、スナイプのピンボールシューティング。まあ、名前の通り、ピンボールのゲームになっていて、ステージ3から運ばれてきた球がここに止まって、このレバーを引っ張って離すとピンボールゲームがスタート。上の穴に入ってしまうとやり直しゾーンに、下の穴だと
ゲームクリアです。すべてのステージの最終ゴールはここですね。それではすべてつないでしまいましょう。はい、4種類組み合わせるとこんな感じです。なかなかすごいゲームキャッスル完成です。おお、すごいですね本当に。で、4セット組み立てたんでプレイできる弾の数は8個あります。ではここからはゲームキャッスル楽しんでみたいと思います。ではステージ1からいってみましょう。まあここはね絶対楽勝です。適当にやってれば多分ね捕まるんで。あ、結構難しいな。あれあれあれ、意外と捕まらない。あー、違う違う、あらあ、2個は無理。あ、2個いった。2個いったけど、これ1個しか入れんからな。2個いける。あ、バグった。あ、いけた。ファーストステージで結構苦戦しますね。あ、いけましたね。よし、行きましょう。で、ここに入れると。あ、これを開けっぱなしだから、ステージ2のどっか弾に行っちゃいましたね。おー、これはちょっとセッティングミス。よし、じゃあセッティング完了。気を取り直してもう一度行きましょう。ステージ1。意外と捕まらない。お、捕まった。で、ステージ2に行けるかな。オッケー。ここでレバーを引くと、オッケー、来た。さあ、撮影がめちゃくちゃ難しいぞ、これ。いけるかな。おっと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 。で、ここに入れると、オッケー。で、くるっと回して、あー、落ちた。違うか。あ、復帰いいか。ちょっとせこいけどいいっすか。これで回して、あ、いけたことにしてください。負けてください。ほんでぐるっといって、おしおおお、意外と、あ、ステージごと動いちゃった。あーは、おっと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 、いけ、よし、いた、よしよしよし。で、次ステージ3、おー。で、ステージ3は一気に駆け上がれば OK。いけ、無理や。あら、なんとかいけ、上がれ。取るや。おお、難しい。いけ、あ、いかへん。ま、どうするの、これほんまに上がるんかな。おお、惜しい。軽く。よいしょ。ん、流れへんね。上がらない。いけ。あー、なんかコツが掴めてきた気がする。思いっきり。なにこれ、めっちゃ難しい。組み立てが間違えてるわけじゃないもんね。これ進めんの、みんな。こんなんみんな進めるの。ほんまに進めるこれ。ん、多分いつかいけるやろ。よし、頑張れ。もう100回ぐらいやってるこれ。もうちょっと。いったー、よっしゃー、いった、やった、めっちゃ頑張った。よしで、ラストのピンボールか。これやり直しいってしまったら、またこれこっから1から嫌やな。よし、やるぞ。これここがあかんから、思いっきりしいったらもう一気にここ入ってしまうパターンですね。だから軽めでちょっと様子見。おおおお、よしよし、いった、いった、いった、来い、出てくるの、出てこいよ。なんで感動のゴールをどうなんした、来い。あれ、ヒットで終わり。あ、これか、このレバーか。おっしゃー、クリアした、やったクリアー。はい、てなことで今回はね、仮面ライダー育成度のゲーマーズキャッスル食玩ですね。これを4つ集めてゲームキャッスルを作って遊んでみました。ステージ1以外はちょっと組み立て必要なんですけど、まあそんなに難易度は高くないです。1個だいたい多分5分ぐらいですね。で、ステージの難易度は、ここは楽勝、ここも楽勝なんですけど、このステージ3がなかなかうまいこと上がらない。これは多分ね、組み立てミスはしないと思うんですけど、みんなどうなんでしょう。もし勝った方いらっしゃったら、コメント欄に難易度を書いてみてください。ただ僕が本気で下手くそなんだけかもしれません。で、ステージ4は慎重にいったんで、これも楽勝でした。ということでね、全体的に言うと本当にステージ3以外は全然楽なんで、気楽に遊んでもらえる食玩だと思います。もしお父さんお母さんで買われる方いらっしゃったら、まあ僕的にはこのステージ3はちょっと避けた方がいいかもしれませんね。一番おすすめなのがステージ1です。 UFO キャッチャー感覚でこんな感じで撮れるんで、全然撮れへんや、あ、撮れた。こういう感じでいけるんで、小さめのお子さんはこれでだいぶ喜んでくれると思います。
てなことで今回はこの辺りにしておきましょう。それでは他の動画のご視聴もよろしくお願いします。あとチャンネル登録と評価コメントもどしどしお願いいたしますね。それではまたお会いしましょう。おもちゃんねるのタルでした。ではまた、さよなら、バイバイ。